日本共産党の佐々木健翔でございます。私は中小企業の現状についてお聞きしたいと思います。原油をはじめですね、この資材の高騰というのが相次いでおりまして、中小零細企業の経営を圧迫しております。まあ、コスト上昇分をですね、価格に転嫁できないというのが実態です。中小企業庁にはじめに確認しておきたいんですが、昨年11月に原油価格上昇による中小企業への影響調査というのを実施したようですけれども、販売価格への転嫁の実態はどうか、それからその後の事態ですね、これも分かったら教えていただきたいと思います。中小企業庁高原事業環境部長。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、中小企業庁では昨年の7月と11月に原油価格高騰の中小企業への影響調査というものを実施いたしております。でこのうちご指摘ございました11月の影響調査によりますれば、原油価格の高騰に伴うコストの上昇分を製品あるいはサービスの価格に転嫁をできている程度というのは 20% を下回る中小企業の割合、これは全然できていない中小企業の方を含めてでございますけれども、約9割となっておりまして、中小企業は価格転嫁が困難な状況にあるというふうに状況、そういう状況にあるというふうに認識をいたしております。で昨年の11月以降も中小企業庁では四半期ごとに行っております中小企業の景況調査と、これは1万9000社ほどを対象としておりますけれども、ここにおきましても原材料の仕入れ単価が上がっている一方で、売上単価あるいは客単価のは横ばいであるということでございまして、引き続き、これらの数字から見ましても、中小企業の価格転嫁といったものが困難な状況にあるということが示されているふうに認識をいたしております。以上でございます。委員長。佐々木健翔君。額賀大臣、これは非常に重大なですね、現在の中小企業の置かれている経営実態でございます。帝国データバンクの調査でもですね、価格転嫁率が5割以下という企業が8割であります。昨年来中小企業の倒産件数も上昇しております。今年3月の倒産件数はですね、前月に比べても急増であります。中でも中小零細企業の倒産が大幅に増加している。でその原因として今、中小企業庁の紹介ありましたように、コスト高を転嫁できない、こういう実態にあると思うんです。この点について額賀大臣ですね、今の中小企業の置かれている実態、どのように見ておられるか、お聞きしたいと思います。額賀財務大臣。よく格差の問題があるとき言われておりますが、私は 大企業とですね、中小零細企業との格差というのもあるんだと思います。それは一つは今言ったようにですね、価格転嫁ができないということと、それからコストダウンのですね、その何ていうかな、要請があるということで、そういうことから中小企業というのはなかなか大変な状況にあるという認識はしております。それがですね、日本経済にとって決して望ましいものではないというふうに思っております。したがって昨年の12月に私どもは原油高騰に伴う対策を講じてきたし、3月にはですね、年度末金融の対策を講じた。そしてまたつい先般は成長力強化のためのですね、いろんな政策を展開させていただいているということで、できる限りの対応策を講じていかなければならないというふうに思っております。委員長。佐々木健翔君。コスト上昇分を転嫁できていないというのは、未だにですね、続いているわけでありますし、その上ですね、この転嫁できないという点で言いますと、この消費税であります。この消費税はですね、経産省の調査でも半分以上の中小企業が転嫁できていないという回答をされているわけです。でじゃあどうするのかということですが、
中小業者はですね、借金をする、あるいは自分やですね、家族の預貯金、生命保険を取り崩してですね、それでその消費税を納税すると、こういうこのいわば未然に起きるような状況になっているわけです。最近はこのそれもなかなかできないということで、滞納に至るケースが増えていると思いますが、この実態はどうなっているでしょうか。額川財務大臣。消費税の滞納の新規発生額を各年度で見てまいりますとですね、ピーク時の1998年平成10年度ではですね、約7000億円となっております。で、最近2006年平成18年度ではですね、約4000億円まで減少してきております。この間国税当局では期限内納付意識を高めるための広報の充実、納期期限前の納期限前後の納付商用など各種期限内の収納対策を重点的に実施し、滞納の未然増止に努めてきたところでございますが、今後とも滞納についてはですね、いろいろと努力をして未然防止整理促進に努めてまいりたいというふうに思っております。委員長。佐々木君。特にこの消費税の転嫁というのはですね、なかなか難しいと、つまり消費税自身のこの納税が非常に困難になるという実態があるわけでありまして、この消費税 全体の滞納の中で消費税の比率が高まっているということでございます。それでですね、この、事業者が諸般の事情で納税が困難になった場合ですね、国税通則法徴収法では納税の猶予あるいは看過の猶予という措置があると思います。その立法の趣旨とですね、適用要件、これを述べていただきたい。国税庁佐々木次長。国税通則法の納税の猶予、それから国税徴収法の看過の猶予の規定でございますけれども、その立法趣旨はその納期限内に自主的にまず納付されるべき、国税は納付されるべきでございますけれども、納税者の実情によってはこれが妥当でない場合があるということで、納税者の個別の実情に応じまして租税の徴収を緩和し弾力的な扱いをするということを目的として、納税の猶予や看過の猶予の制度が設けられているものでございます。要件でございますが、納税の猶予の要件は一つは納税者がその財産につきまして震災、風水害、落雷、火災、その他の災害を受け、または盗難にかかったこと、それから納税者またはその者と生計をいつにする親族が病気にかかりまたは負傷したこと、それから納税者がその事業を廃止しまたは休止したこと、納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと、それから上記の事実に類する事実があったこと、これらのいずれかに該当する事実があった場合におきまして、その該当する事実に基づいて納税者がその国税を一時に納付することができないと認めるときには、その納付することができないと認める金額を限度といたしまして、納税者の申請に基づいて、納税の猶予を行うことができるとされております。看過の猶予でございますが、国税徴収法におきましては要件としましては、その財産の看過を直ちにすることにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にする恐れがあるとき、それからもう一つはその財産の看過を猶予することが直ちにその看過をすることに比して納税滞納にかかる国税および最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるときのいずれかに該当すると認められる場合において、納税者が誠実な意思を有すると認められるときには、その納付すべき国税につきまして滞納処分による財産の看過を猶予することができるとされております。委員長。佐々木健翔君。それから通達ですね、
この納税の猶予等の取扱要領、その猶予該当事実の中にですね、納税者がその事業につき著しい損失を受けたこととありますが、それはどのような場合か、示していただきたい。国税庁佐々木次長。納税の猶予取扱要領におきましては、納税者がその事業につき著しい損失を受けたということにつきまして、例えば直前の1年間の利益金額の2分の1を超えて損失が生ずる場合など、著しい損失を受けた場合においてというふうにされております。その要件を満たす場合に納税の猶予の要件に該当するものと扱っております。委員長。佐々木健翔君。その通達を見ますとですね、購入予定の資材の高騰、在庫商品の価格の下落などによる損失の発生、それから下請け企業である納税者が親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰することができないやむを得ない事由により以前に比べ事業の創業度の低下または売上の減少等の影響を受けたことというふうになっていると思いますが、そういうことですね。佐々木次長。先生が今おっしゃいましたのは、類する事由ということの内容として規定されております。委員長。佐々木健翔君。つまりですね、ここで、納税者の責めに帰することができないやむを得ない事由の中にですね、こういうことが書かれているわけで、つまり資材が急騰したと、それから市場が非常に悪くなったと、不況が深刻化した、そういう経済環境の急激な悪化というのもですね、納税猶予の要件に含まれると、こういう理解でよろしいですね。確認です。佐々木次長。失礼。そうか、両方さ、先ほどおっしゃいました規定、まさにその通りでございます。委員長。佐々木健翔君。私は2005年3月15日の財務金融委員会でですね、質問いたしましたが、その際国税庁はですね、生計の状況や事業の状況を聞くなどして、納税者の実情をよく把握した上で分納、分割納税などのですね、自主的な納付を奨励いたしておりますというふうに答弁されました。この立場は今も変わらないか、それから、ここに国税、庁のですね、税務運営方針のコピーがありますが、この中に納税者に対して親切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するように努めなければならない、また納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならないと書いてあります。これらの答弁およびこの方針、今でも変わりないですね。国税庁佐々木次長。まず2005年3月15日の答弁でございますけれども、個々の実情を十分把握した上で、まずは自主的な納付を奨励しているということでございますが、これは引き続きそのように適切に対応してまいりたいと考えております。それから税務運営方針でございますが、今お読みいただきました内容でございます。さらに平成13年になりまして、国税庁の事務の実施基準および準則というものの趣旨を職員に周知徹底させる目的で、国税庁の使命という文書を作成しておりますが、その中でも納税者に対して誠実に対応するということを職員の行動規範として示しておるところでございます。そういう意味におきまして、税務運営方針につきましては、税務行政を遂行する上での原則論を示したものでございまして、引き続きこの運営方針の趣旨に即して税務行政を進めていくことといたしております。委員長。佐々木健翔君。そこでですね、問題になるのはその実態が本当にそういう、原理に沿って、運用されているかということであります。
今年の1月24日に全国国税庁局長会議というのが行われてですね、国税庁長官の訓示が出されておりますが、その中ではですね、帯同整理というのを非常に強調しているわけですね。で、着実な圧縮、まあ、これを非常に強調しているわけであります。これはですね、あまりこういうことを強調しすぎますと、親切な対応というのはどこかこう後継に退いてですね、まず徴収だというところが前面に出すぎるのではないかという心配をするわけであります。で、例えば私は具体的な事例で紹介しますが、静岡でですね、防水抗菌をやっているある自営業者の場合ですね、不況の影響で、大変経営が苦しい。で、その上ですね、親を介護したり自分が新型肝炎を患う、まあ、こういうことで十分な働きができない。そこで滞納が発生したということです。で、その業者がですね、今年2月と3月、売掛債権約70万円を税務署に差し押さえられたと。経営難と家族の生活苦で、もう手持ちの現金がですね、3000円、資産もない。で、そういう状況で売掛債権をですね、差し押さえたら、この子供が小学校にも入学できない、こういう訴えがありました。それからもう一例はですね、宮崎の花屋さんでありますが、消費税の分納をやっていたんだけれども、昨年12月の納付ができずに年を越しました。そうすると、今年2月の売掛金が差し押さえられてですね、この入金は従業員の給与、あるいは花市場への支払いに充てるという、そういうものでありまして、この入金ができなければですね、市場に参加できない、事業が破綻すると、こういう瀬戸際に追い込まれる状況もありました。で、この方はですね、毎月ずっとこの分割納付の約束を守って、行ってきたわけです。で、一度だけですね、遅れた。で、それをもってですね、話し合いもなくですね、差し押さえが実行される。で、その際、税務署の統括官がですね、一旦差し押さえたものは解除しないんだと。お宅の信用をなくすのは簡単なんだと。まあ、こういうですね、暴言を吐いたと。で、こういう事例に共通するのはですね、税務署の対応が納税者の実情を無視してですね、強引に、徴税をやっているというところにあるのではないか。で、国税庁としてはこんなことをですね、もうどんどんやりなさいという奨励でもしてるんですか。国税庁佐々木次長。個別の件につきましてはコメントを差し替えさせていただきますが、国税庁といたしましては、まあ、一般論といたしまして、例えば滞納整理にあたりまして、納税の猶予等の申し出がございましたら、法令に基づきまして納税者の実情を伺いながら適切に対応しているものと考えております。委員長。佐々木健翔君。まあ、例えば納税の猶予の問題ですがね、納税猶予の申請を出すと。で、その場合ですね、税務署がこれは却下だと、理由を言わないで却下するということがあるそうなんですが、これはね、少なくとも理由をちゃんと言って、こういう理由だからあなたのところは猶予は受けられませんよ、こう説明するのは当たり前だと思うんですが、説明するということは当然だと思うんです。いかがですか。国税庁佐々木次長。納税猶予の申請を却下します場合には、適用条文などと照らし合わせまして、その当たらない理由は申し上げていると存じますけど。委員長。佐々木健翔君。言ってない場合があるわけです。言ってない場合は、これは是正すると当然だと思います。いかがですか。国税庁佐々木次長。納税猶予に該当しないというときには、
その猶予不許可通知書にその納税猶予を認めない理由を記載して納税者に通知することといたしております。委員長。佐々木健翔君。ともかくね、申請してこれはダメだよっていうだけでですね、説明しないっていうじゃダメなんですよ。そこはきちっとやっていただきたいし、親切に対応するっていうわけですから、そういう原則がですね、非常に大事だと思うんです。最後に額賀大臣にお伺いしますけれども、やはり事業を継続させていくということが非常に大事だと思います。相手の状況をよく見てですね、で、その事業が潰れてしまったらね、将来の税収の確保ができなくなるわけですから、これは国税庁財務省としてもですね、中小企業に対して成り立つようなんですね、そういう姿勢で、この徴税問題に対しても対応すると、親切に対応するというのは基本原理だって言ってるわけですから、そういう方向で、やるという決意を最後にお聞かせいただきたいと思います。額賀財務大臣。先ほどは民主党の下條先生から、滞納があるからきちっと徴収しなさいと、ことでありました。今、佐々先生から滞納についてのですね、合理的というか親切なやり方、なかなかこれは難しいけれども、両方ですね、これは視野に入れて、納税者の皆さん方に理解を得られる形を取っていく必要があるというふうに思っております。でありますから、個別の事情をよく忖度してですね、取るだけではなくて、その商売が生かせるならば生かしていかなければならないし、そういうことをよく幅広く考えながらやっていくことが当然のことだというふうに思っております。委員長。佐々木健翔君。はい、時間が参りましたので終わります。